Aikido is not a matter of merely acquiring physical strength or technique. Its founder, Morihei Ueshiba, conceived of his art as a discipline for purification of the self and as a means for converting the sword into a life-giving instrument. For Ueshiba O-Sensei, the techniques of Aiki represent an expression of divine will. This is the key to understanding Aikido's deeper purpose beyond self-defense. In its larger sense, it is a path leading to the merging of man's spirit with the workings of the universe. The secret of Aikido lies in uniting ourselves with the universe by purifying ourselves and harmonizing with the movement of the universe. For those who master the secrets of Aikido, the universe lies within. Thus may I say, I who am the universe. Thank you.
すべてのものの万有のあうんの気を貫ね貫いてやな、息吹して子供と息吹して愛ずすることに一般のご奉公するのがすなわちこの愛児道じゃ。愛児道こそやな、すべてのものの完成の道に対してご奉公する。ただチャンパラじゃありません。チャンパラは体と体、物と物とのすれを響きにおいてついに冷戦のやむなしに至る。それから日本の国の歴史に地理をよく考えないか。歴史には日本の国の戦術をことごとく出ている本がある。これを古典といって古事記、あるいは古言文みなんか皆そうです。なぜこの戦術においてか、もうすでに地上の争いはもはやたもう古くない。これは空の木の上になっている。木の戦術を行わないか、すなわち相手の木の戦術。今までは対一方で五体の世界、ところが今度は、ね、あるいは渋滞の位置に入り、あるいは液体の位置に、あるいは気体の位置、私の気体の位置から始まってな、そういうこと。それから昨日ご覧の朝が好きでもって倒す。何も手を触って倒すんじゃないし。そういうのもある。気でもってひっくり返りなくて。なぜか自分のところの主に相手を導いてる。昨日の相手ここに座っとる。相手はやな。王子を愛すると肩じゃありませんよ。肩こしらえたら思うと二冠。その折りその折りでやっていくんだ。これが万有万身の成就を明示するところの再生一致の本義そのものこそ、この合気道のもとになThank you.
自分自身の中を振り返って本当の真顔を持って自分の身体を眺めていたらればその悟りの上で子供の子神岡の歴史が子供の子の血の中に流れているんですよ。身の内にあるんです。数百億万年の昔も未来もやな現在そのままに自己の身の内に一代のうちに営んでいる血液の血行である。この全てのたぎる体内の全ての操作ほとんどこれは神の歴史を物語るものです。でこれがあいつ要素に一口に言うたらまあ皆世界を和合させてやな仲良く生きてこの地上に楽路の建設こそ合気道の巣なんだ。まあ仲良くしようじゃないかとこういうのが敵はない。無抵抗主義になってくるわけです。けど無抵抗主義の中には潜んでるのは大なる抵抗心ですよ。みんなを言うことに対して一件一件残らず苦労もやな行わして本当にもほらええことを上島のじじいが教えてくれた。ありがたいです。喜んでもらってこそ上島のじじいの価値があるんです。